八神蓮のおうじチャンネル。はい、というわけでですね、あ、これこの間言ってた T シャツです。 XXL ですけど、そんなに大きくないですね。全然平気なサイズでした。はい、というわけで今日はファンクラブのイベントがあったんですけど、いや、めちゃめちゃ楽しかったです。まあ接続がねちょっと悪かったりとかね、まあズーム使ってやってるので、声が初めね設定でね、あれ声が聞こえないよとかそういうのはあったんですけど、まあほぼほぼみんなうまく会話ができたのかなと。1対1なんでね、なんか他の人に聞かれることもないので、ちょっと恥ずかしさが減ったりだとか、うん、普段聞けないこと聞けたりとか、あと俺的にメリットは、まあなんだろう、背景をあの合成で自分で設定できるんで、まあ半分ぐらいの人がね後ろ、まあなんだろうな、アニメの画像にしてたりとか、なんかちょっとバカンスにいるような感じにしてたりする人もいたんですけど、半分ぐらいはそのまま家から放送してたりして、この背景ね、なんとなくその人の人柄というか、ああこういうのが好きなんだなーっていうのも分かったりして、まあ壁紙とかでも分かるんですけど、そういうのはすごく楽しかったなと思っております。というわけで今日はたくさん喋ってきたので、まだまだ家に帰ってもたくさん喋りたいなと思って、質問の続きをやっていこうかなと思っております。ちょっと髪の毛がね長くなってきたんで、そろそろ切りたいなと思っております。はい、では早速やっていきましょう。一つ目はですね、レイカさんからいただきました。ありがとうございます。はい、読むときはちょっとこっちに触れてと。はい、疲れました、元気くださいということでね。はい、もう俺もね全然元気にやっているので、レイカさんも元気出して頑張ってください。勉強だったりとかね、お仕事だったりいろいろ大変だと思いますけど、まあ結構いろんな大変なご時世ですけどね、みんな頑張ってるのでね。なんかね、人に頑張れっていうのなかなか苦手なんだよな。頑張れって言わなくてもいいかな。だから元気出して、好きなものを好きなように楽しんで、そのね日々元気に過ごしてください。なんか頑張れって嫌いってなんかわかる？俺なんか頑張れって全然言われるの平気なんだけど、あ、頑張るってなるし、頑張れってね言うのはねちょっとあんまり苦手なんだよね。頑張れ苦手な人分かるって方いたらコメントください。はい、では続いてですね、ブランカの嫁さんからいただきました。こんばんは、たくさん質問したいことがあって絞りきれないので、わら、100の質問っていうのがあるのですが、 YouTuber らしいし動画のネタにもなるかなと、これからも動画楽しみにしてます。まあね、100の質問とかありますよね。あ、好きな色は、うん、青。血液型は、うん、青。とか、ね、たくさん質問して、どんどん答えていくっていうのはあるんですけど、1個質問もらうと俺結構長く答えちゃうので、まあそっちの方が人柄とかもわかるし、いいのかなと、思っております。まあ100の質問募集してもね、100個来なかったらどうしようっていう怖さもあるので、まあ今はこういうスタイルでやっていこうかなと思いますし、もしねインスタグラムとか始めたらね、そういうのもやっていきたいなと思っておりますので、もしねあのこういう風に質問とかお悩みとか募集した時はたくさんね書き込んでくれると嬉しいです。 YouTube の方でも書き込みがくれるとなんかモチベーションになるというか、なのでね、はい、皆さんどんどんコメント待っております。ちゃんと読んでおります。はい、では続いてニコちゃんマークさんからいただきました。24時過ぎてしまいすいません。はい、 OK です。質問です。どうしても眠いけどやらなきゃいけないことがあるときってどうしてますか？あるよね。いや眠いんだけどな、やらないといけないことまだあるなっていうとき、もうやるよ、俺はやる、俺はやるって、なんかねいいね。うん、そうですね、まあ俺はなんか眠くならないんで、日々なかなか寝つきが悪いというか、なかなか寝ようと思っても寝れないぐらいの人なので、絶対やってから寝るかな。はい、なんか気になったら寝れないじゃん。で、ああ気になって、ああ寝れない寝れないっていう時間がさ、20分とか40分とかもったいないなと思っちゃうので、やるようにしてます。
はい、多分そういう方も多いと思うんでね、まあ眠くなる前にやれたらいいんだけどね。でもなかなかできないよね。俺も夏休みの宿題とかは最後まで取っておくタイプです。はい、残っちゃうタイプですね、正直言うと。はい、頑張ってください。では続いてですね、ズーさんからいただきました。ありがとうございます。恋愛の相談なのですが、今回ね、結構ね恋愛の相談が多いんですよ。どんなのですか。職場の上司のことが好きで、今週に 1,2 回2人でご飯や買い物に行っていて、先週買い物中手をつなぎました。でも好きとか付き合おうとは言ってくれません。私から告白するべきでしょうか。ちなみに自分が24歳で相手が37歳です。ということで、年の差は13歳ということでね、まあね、それぐらいの年齢差もね全然いいと思いますし、職場の上司との恋愛ってことで他の人にバレちゃいけないドキドキ感とかもね、まあいいんでしょうね。でもバレちゃいけないドキドキ感が、あれ、それのドキドキ感ってそのドキドキなのに恋愛のドキドキと勘違いすることがあると思うんで、そこだけは注意してもらいたいなっていうのと、なんだろうね、付き合おうとか好きとか言わないってことは、相手がいたりとか結婚の相手不倫なんじゃないかっていうのもちょっと疑ってみて、もしそうじゃないのであれば全然グイグイ行っちゃっていいと思います。もう告白するべきというか、俺は女性から告白っていうか男性からするべきって思ってる古い考えの男なので、なんかなんだろうな、見せ場じゃないですけど、告白って男の見せ場だと思っちゃってるんですよ俺は。だからその女の人は待っててって思うから、そうね、あの好きっていうのを匂わす感じはいいかもしれないけど、いや俺に言わせてって俺は思っちゃってるから、その美味しい部分は相手の男性を立てるためにも取っておくのもいいんじゃないかなという、ちょっと偏った古い考えでございます。はい、まあでも恋愛してるこういう時が一番楽しいっていうのもありますから、今をすごく楽しんでもらって、素敵な恋愛に成就するといいなと思っております。ちょっと前髪が垂れて触ってばっかですいません。しかもジェルで落ちてきたからパキパキです。はーい、続いてあやなさんからいただきました。気分が落ちてる時の上げ方を教えてほしいです。はー、結構多いのかな気分落ちてる人。さっきもね元気づけてほしいっていうのありましたから、俺は気分がねはーって落ちたわマジでバッドだわみたいな感じの時はあんまないんですけど、なんだろう、まあ、美味しいもん食べるのが一番テンション上がるんじゃないかな。あ、美味しい、今日はちょっといつもより高いお肉買っちゃおうかなとか、あ、大好きなこのお菓子買っちゃおうかなとか、すると、まあ気分は上がるんじゃないかなと思っちゃいますかね。はい、なんかね不安定になりがちだと思うんですけど、俺はまあそのこの間言ったように免疫を上げるっていう意味でも太陽を浴びるようにしてるって言ってたんですけど、結構ね太陽の力ってすごいと思うのよ。しかもねちゃんと頭の上から浴びないと意味なかったり、なんだっけな、メラトニンじゃないね、セロトニン、わかんないですけどなんか出るらしいんで、頭から太陽の光を浴びてください。あと美味しいもの食べて健康に気をつけていけば元気になると思います。はい、では続いてもーさんからいただきました。私は東北に住んでいるのですが、イベントや舞台が公演されていてもコロナの影響で都市部に行くことができずにいます。都市部の方でたくさんのイベントが行われているのを見ると複雑な気持ちになります。早く矢上さんや皆さんに会いたいですし、舞台やイベントを見に行きたいです。ということでね、はい、もーさんは感染対策に気をつけて、まあ本当は行きたいけど来れないっていうことですよね。まあ多分そういう方ってすごくたくさん多いと思いますし、そうですね、
なんだろう、行っちゃってる人もいると思うんですよね。まあこの間その、まあ、地元愛知県でね、ラップのフェスが結構話題になってたんですけども、まあなんだろうな、まあ国が OK って言ってるステージで、で感染対策のそういう対策も書いてあって、でお客さんが感染対策を守らなくて、まあゴミも捨てて、ですごくラッパーの方とか出演者の方とかめちゃくちゃ叩かれてたし、あそこに出て、うわ感染対策されてないじゃんっていう風に見てバンって帰れるような人は、まあ、いなかったわけですよ。そうすればよかったじゃんっていうね、後で言われれば、ああそうしとけばよかったなって思った人たちもいると思うんですよ。だけどね、すごい叩かれて、叩かれるのもわかるけどなーっていうのがありましたかね。まあそれはそのちゃんとするべきだし、まああのタイミングで今たくさん増えてる状況であれをしたのは、まあ、叩かれちゃうのかなとは思うんですけども、しかもね、なんか別にお金に困ってるアーティストが出てないじゃないですか。まあほぼほぼね、もう音楽だけで飯食えてる、まあ金も余裕がある人たちばっかりだと思うので、まあそうやって決めつけちゃうのもね、俺も叩いてる人と同じだなと思っちゃうんだけど、そうやって言うと。なんでまあ感染対策しながらこちらやってるので、その感染対策を守りながら、その県をねまたぐことをね進めることは別に俺はできないですけども、禁止じゃないことは別に禁止はされてないとは思うので、してもいいのかなとも思うし、その今は今しかないので、まあ今気をつけないとこれからの先の人数が増えたりとか死者が増えたりっていうのもあるので、本当にバランスだと思うんですけど、まあなんか自分は守ってるのにこの人守ってないじゃんっていう風に思わないように、なんかそう思いがちじゃないですか。俺もそうだとし、でもこうやって感染対策気をつけてても、別にたくさん人が乗ってる電車に俺も乗ることあるし、ね、それはさ難しい問題よね。だから早く落ち着いて皆さんに会いたいと思うのは、気持ちはみんな一緒だと思うし、まあとにかく早く落ち着けとは思いますかね。はい、本当落ち着いた際はぜひ来てくださいっていうのが、まあ、本心です。はい、待っております。はい、続いてこれでラストにしようかな。 M&M さんからいただきました。レンさん、もうこんな世の中嫌だ。介護士の娘が鬱になってしまいました。本当にいつもニコニコでポジティブな子ですが、ストレスには勝てなかった。今はお医者様からの診断でお休みしています。娘が辛いと私もとても辛いです、とレンさんにちょっと甘えてしまいました。すいません。はい、皆さんの心の中を代弁してくださってありがとうございます。もうね、こんな世の中嫌だって思っている方ばっかりだと思います。まだまだ続くとは思うんですけど、そうね、近くにいる人同士で励ましたりするしかないですよね。近くにいる人同士がくっついちゃったりするとまたね、密になってとか、その移ってとかいろいろあるのでまた難しいんですけど、まあ電話だったりとかね、今暇だよね、何してる、お家、いや私もお家なんだよ、みたいな感じで周りの、なんだろう、知り合い同士で励ませたらいいのかなと思います。鬱というのはね、多分ね、本当俺もなったことないし難しい問題だと思うので何も言えないんですけども、早く良くなるといいなと思いますし、なんだろうな、そうね、みんな思ってることだからね、早く良くなるといいなと思うしね、どうなんだろう、どれぐらい続くのかなっていうのも思うし、まあその世界の情勢とかも今めちゃくちゃじゃないですか。なんで戦争がいつ来てもおかしくないなっていうのも、もう俺は思ってるし、はい、ということでね、皆さんこんな大変な時だからこそ一緒に支え合って、俺もねなるべく動画を上げて皆さんに元気出してもらえるように頑張るので、一緒に頑張りましょうですかね。ありがとうございました。バイバイ。